決まってないんだ。ああそうなんだ。作ったもののって感じなんだ。ああそれとフル尺できたら考えたらね。ああこれこんな感じで始まってるんですよ。ああ始まってるんですよ。今ちょっとあの雑談でね、あの前回のあのピーちゃんで、ね、あの歌唱会で、あと使用にね、あの海斗くんがの回だったんですけど、はい、さっき歌ってたあのテックラブの歌っていうあの歌なんですけど、なんかワンコーラスとかで完成してきたらしくて、はい、これ一体どうするんだっていう話をちょっと打ち合わせしてる間に本編が始まるというぬるっとスタート。あなるほど、はいはい、どうするんですかね。フル尺まで作ってくれるのかな。あの回行ってないからね、ちょっとあの伝えといてもらっていいですか。フル尺まで作り切ったら何か考えるんですけど。ああそうなんですね、ありがとうございます。引き続きワード出していただいて、チュナイトなんとかとかそういうの急にアバンギャルドな感じにしても対応してくれるのかな。なんか80年代トレンディードラマ風に急に変えてもらって。あ、そうですね。あ、そうだ。マティーニで乾杯みたいな、今宵乾杯みたいな。そういう、はい、ということですね。音声の確認もできたということで始めたいと思います。はい、はい、どうもテクマンはテクノロイドプロデューサーの田中です。あどうもテクマンはテクノロイドインゾンハートシナリオを担当しております久岡望です。あということで、公式サポーターズクラブテックラブとテッキーちゃんとはというところを、説明させていただきます。この番組はテクノロイドを愛する全ての人々とコミュニケーションを取っていく公式サポーターズクラブテクラブ内限定の配信番組です。ピーちゃんはいわば学校のホームルームのようなところにしていきたいと思います。ここだけの話満載なので SNS などでの他言拡散はご容赦ください。今日は特にご容赦ください。ご要注意な方が来ております。要注意なヒントを知る男が来ておりますので、ちょっとね、はい、今日は他言拡散はご容赦ください。で言っとくと本当に皆さんあのやらないでいてくれるんで安心してポロポロ喋っても大丈夫です。あ、わかりました。よろしくお願いします。ということで、はい、今回は一応80回目のピーちゃんということで、今回は初登場でもありますし、ただやっぱりあの久岡さんにゲストで来ていただきたいっていう、あのズームでも交流会でもありましたし、結構多かった。あ、なんでありがとうございます。念願の久岡さんの登場のスタッフ会となりました。ありがとうございます。ではあの久岡さんがこうやってこう、はい、配信に出るみたいなことって、はい、あの何も考えずにお呼びしちゃったんですけど、はい、あります。あんまネット調べたんですけど なかったんですけど、ね、あのほぼほぼ初ですね。ですよね。だってテキスト前のインタビューとか、はい、そういうのは、はい、見させていただいたことがあるんですけど、はいはい、だからそうですね、そういうなんかインタビューを受けたことあるんですけども、これなんかリアルタイムでお話しすることってほぼほぼないもんですから。そうですよね。今ちょっと変な汗いっぱい書いてます。すいません、急に。いやいやいや、とんでもないです。ありがとうございます。よろしくお願いします、はい、で今回もあの音声の一部を YouTube で前半は切り出しを行っておりますので、よろしくお願いいたします。マイクの位置がどうでしょう。はい、で、本日のテクノロイドオープニングの二重は、美術部吉田蒸しパンさんです。そしては農林水産省さん写真部ですね、いただきましたので、ぜひこちらの方も楽しみにしていてください。引き続き写真部美術部からは二重を選定していきたいと思いますので、皆さんのご応募をお待ちしております。そしてあのテクラブのギャラリーの方には、ファッションの方が、ね、また随時アップされています。今週はあの出航フラノン海賊団パイレーツオンステージということで、あの久保さんにも書いていただいたあの海賊イベントですね。ああ、よかったです。はい、あの海賊ですね、の、 あのイラストの方がですね、フラントハイズのイラストが、今アップされてますので、ぜひそちらの方も見ていただければなというふうに思いますと。はい、
ちゃいました。いや、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、本当にあのちょっと、ね、こういう、はい、あの結構こんなおっさんがずっと配信してるとかあのちょっとあの変わったあの女性向けのコンテンツなんですけれども、はいはいはい、あのただこう産地の、ね、あの農家の顔は見たら安心するということですね私が作りましたみたいな、そう、私がこの野菜を作りました安心してくださいみたいな感じですね、はいはい、8月から、一応リニューアルして、はいはいはい、一応スタッフ会というのを設けて、はい、前回は一応ルッカさんに来ていただいて、うんうんうん、今回クオーカさんに来ていただいたというような形になっております。はい、ちょっと前半はちょっとクオーカさんのそういう謎のベールに秘められたあのパーソナリティについてちょっと私の方からいろいろと説明させていただいたりとか、はい、あのいろいろと質問させていただいたりとかして、後半ではあのチャット欄ので、はい、皆さんからも、まあ、僕なんかよりももっともっと深くピンポイントの話聞きたいみたいなのを持ってらっしゃると思うので、はいはい、事前にあのオープンチャットの方で質問考えてお、はい、いてくださいねっていうのを言っといたので、ちょっとそれを見ながらあのちょっと答えていただこうかななんていうふうに思っております。はい、了解しました。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ちなみに高岡さんの、はい、そのパーソナリティというか、まあ、そもそもその、ね、一番最初はその電撃大将のエスケープスピードという作品で、はい、電撃大将の小説の大賞を取ってデビューという、はい、まあ、こう、ね、感じで書かれてたんですけど、はいはい、それまでってどういう、はい、どうそういう執筆活動というか、はいはいはい、そういうのってどうやられてたんですか。まああの個人的な趣味レベルでやってるだけだったんですけど、はい、まあ、デビューが21歳だったんで、あ、もう普通にその学生のオタクをしてまして、はいはいはい、そうそう、であの大学の時 の所属しているサークルが文芸サークルでして、じゃあずっとそういうサークル内で物書きをずっとしてたんですね。あ、やってましたね、はい、やってました。発表とかどっかでされてたんですか。まああの部活動、サークル活動の一環として機関誌を短編で出すようなことを知ってたりとか、 あとはまあちょっと、ね、ネットで個人で書いて出していたものもありつつ、はいはい、なので、まあ、本当にその趣味ですね、はいはいはい、シンプルに、はい、何年ぐらいしたら大賞取れるところまでたどり着くんですか。書こうつってあ、僕は電撃さんには4回送ってだから、あ、そうなんですね、はい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 、だからちょうど大学に入りまして、うん、でちょっとなんか1年発起して、はいはい、なんかじゃあ賞を取んべえと思って、お、はいはいはい、で1年生、2年生、3年生で落ちて落ちて落ちてみたいな感じで、はいはい、で4回目でその卒業とほぼほぼ同時くらいに、あ、そうそうそう、でも4年で、ね、もうそういうプロの編集の方から認められるレベルこれ遡ると、そもそもじゃあそういう文芸サークルに入るみたいなところにたどり着くその手前というか、なんでそういうのをやろうと思ったんですか。あ、 なんでだろう、小説にこう焦点絞ったのは、はい、そのサークルに入った時で、それまでは別にあの創作はしたかったんだけど、はいはい、媒体は何でもよかったんですよ、はいはいはい、漫画でもいいし、演劇でも映画でもいいし、まあ、何だとも落語とかでもいい。おで、あの大学入ってどうしようかなと思ってこうフラフラしてたのの新刊の、はいはい、流れでなんか居心地が良さそうだなと思ったのが、文芸サークルだったそこでって感じ、はい、じゃ何かの創作物を出すようなことは活動としてやってみたいなと思いやりと思って、はい、思ってましたね、はい、オタクだったオタクでしたね。オタクだった。オタクでしたよ。アニメも見てらっしゃる。見てましたね。あ、そうなんですね。熊本ですもんね。熊本です、はい。九州、僕も九州なんですよ。ですね。九州、あ、そっか。僕とも年齢、世代が全然違うからですけど、はいはい、僕の時って、いやさ、ネット配信とかがないんで、はい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 、ほぼやってないんですよ。ほぼ OVA 状態で。やってないですね。やってないんですよ。アニメートにお送りされるんですけど、はい、熊本 あのアニメ事情どうだったんですか。あの僕の世代もそのなんかサブスクとか配信って全くなかった時期だから、はいはい、あのまあレンタルビデオ、レンタルビデオか、そうかそうか、そう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 、まあ
あの 10代後半からは DVD があったんだけども、うんうん、それよりもっと前はこれ VHS とか。あ、そうですよね。そう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 ですよね。確かに。ルッカさんがテクバンは、あ、ルッカさんお疲れ様です。ルッカさん、そうなんですか。そうですよね。じゃあちなみにどういうアニメにこう、はい、心を最初持ってかれたみたいな。あ、結構少年漫画的なものが好きでしたね。うん、ジャンプ作品とか。そうそう、ジャンプとか、まあ、ね、熱血系。熱血系。そう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 。いいですね、具体的に言っちゃって。あの男同士が殴り合う系のやつが好きで。あ、そうなんですね。そうそうそう。まあ、具体的にその作品名を出しちゃうと、2000年だったかな。はいはい。スクライド。お、スクライド。が好きでした。あ。とあと、まあ、同じ谷口五郎なんでしたっけ、はいはいはい、のあのガンソードとか。ガンソード、はいはい、なるほど。ガンソード懐かしい。そうだ、熊本やってました。やってなかったですね。やってない。あれワウワウかなんかじゃなかった。ワウワウだったかな。そう、なんか当時スクランブル放送みたいな。あ、そう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 そやってる、はい、作風、はい、にちょっと近いですね。惹かれたものがね。やっぱその SF っぽいものがね、ジャンル的に言うと甲賀さんのイメージで言うとですね、多いから、やっぱりその辺がこう、いや、こっちにつけてくださいかなと思いました。ね、SF 設定というかそういう、はい、感じのイメージがね、ありますね。やっぱそういうのに惹かれてたんですね。そうですね。今ちょっと話したその、ね、SF 設定的な作風っていうのが結構得意ということもあって、はいはい、で、まあ、テクノロイドも一応こう、一応というか、あの SF 設定、アンドロイドの感じですけど、ちょっと少年向けとかっていうものよりはやっぱ、ね、女性向けのコンテンツみたいなが中心っていうのもあったりしたので、うんうん、初めて話がご依頼が来た時の話聞かせてもらいたいんですけど、来た時ってどうでした？まあ、でも企画ワンプラさんからですよね。多分ね。あ、そう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 です。ワンプラさんからね、話したんですよね。いや、でもその企画というかその設定段階で、はい、もうだいぶその僕自身の好みにぴったりで。ああ、そうですか。あ、東京水没してんのね。あ、でアンドロイドがいいのね。あ、好き好き好きっていう。でもちょっとね、こう経路的には多分そういう、そうそうそう、 SF と言いながらもちょっとまた一風違う感じがあったと思うんですけど、あのやっぱり、まあ、講義で言えばアイドルものではあるわけじゃないですか、うん、あ、確かにね。そう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 、はいはい、そういう感じの SF 的な設定と、うん、でこういう感じで、はい、やってて、まあ、あのゲーム始められた方はメインストーリーと並行してイベントストーリーも進んでたから、その時系列感っていうのはまさかこうメインストーリー終わってからこっちやってるんですよっていう、ね、そうですね、思ってなかったと思うんですけど、まあ、そういう設定っていうかコンセプトで書いてたりもしてたんで、少しこう人間的というか明るい話になってね、ちょっと結成の時それぞれのキャラクターの、ね、ユニット結成のことはないですよね。確かに、そう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 、そういうのね、確かにね、ごちゃごちゃのもシャッフリメント結成表みたいにね、そうですよね、過去話も読んでみたい、そうですよね、確かにそういうのはちょっとお話ね、預かっていきましょう。シャッフル結成話もね、確かにね、そうですよ、確かに、そうなりましたね、はい、じゃあちょっとそういうのも含めて今後もちょっと引き続き、あ、ぜひぜひ、ね、はい、よろしくお願いしたいなというふうに思いつつなんですけども、はい、後半ではですね、番組の後半ではちょっとさらなる深掘りという形ですね、あの今日はちょっとまずその甲賀さんのちょっと人となりやら、ちょっとテクノロイドのコンテンツ全体に対してのちょっと思いみたいなのをちょっと前半では語ってもらいましたけど、まあ、今日ここにね、このあのイベントストーリーも一応ありますので、ちょっとこんなのも参考にしながら、はい、あのテックミンのね、ファンの皆さんからもちょっとコメントをいただいて、はい、ちょっとそこからあの質問に答えていこうかななんていうふうに思ってますので、はい、よろしくお願いしますという話と、追加で大事なことがあるんです。9
9月22日にいよいよ皆さん待ちに待って待ちまくりのデュオ シンクロメモリーがですね、ついに始まりますということで、始まるということは楽曲も実装になるということで、これが今日から、それが今日この場でこの後お聞かせしようじゃないかという宇宙最速視聴をですね、いいですね、させていただこうかなというふうに思っておりますので、ありがとうございます。先ほどで、まあ、前回タイトルの方は、ね、ルッカさんの方からかな、言っていただいた共犯者というですね、はい、楽曲になってますので、ぜひ楽しみにしていただけるとありがたいかなというふうに思いますので、いやそれはちょっと番組の後半でいけたらなというふうに思いますので、一緒に聞きましょうという感じで、ありがとうございます、はい、よろしくお願いいたしますということでね、ぜひノーベルとボーラのシンクロ楽曲が聴きたいよという方はテクラブの方に入会いただけるといいんじゃないかなと思いますのでよろしくお願いしますということで、後半の方に入らせていただきます。こういうやつです、純デザイン中に。チームでやるって慣れてなかったと思う。そうですね、グループで歌うっていうこと自体が初めて。最初はグー、あちゃん、ジャン、おい。そんな感じありますね。うん。ダメだやっぱ。